カス、カスカス、カス、カスガ、カス、カスカス、カス、カスガ。折り紙でスーパーカスカスダンスを作りましょう。折り紙を三角に折ります。さらに半分に折ります。片方の三角を立て、中を広げて四角を作ります。折り鶴を作る工程と途中まで同じです。もう一方も中を広げて四角を作ります。この四角をこのように広げて長いひし形を作るのですが、広げやすくするためにあらかじめこのように曲げて折り癖をつけておきます。このように折り癖をつけます。再び広げて四角を広げ、このように長いひし形を作ります。先のところは爪でこのように内側から筋をつけ尖らせてください。反対側も四角を広げて長いひし形を作ります。そうしましたら、このように分かれている部分、分かれている部分を90度折ります。反対側も少し広げて、このように90度折ります。ここが頭と足になります。まず頭を作ります。少しこのように前に折って、さらにもう一度折ります。大きさを調整して、これで顔ですね。顔ができました。足です。足はハサミで切って2つにしてもいいですが、今回は少し一回曲げるだけにしておきましょう。このように曲げて、足を作りました。あとはここですね。手を広げて、肘を曲げます。この先がこの山の根元あたりに来るようにこのように折ります。反対側もこの先が山の根元に来るようにしてこのように折ります。この角度を直角にしてこのように首の後ろとお尻の部分を持って上下にこのように引っ張れば腕がこのように開きます。カス、カスカス、カス、カスガ、カス、カスカス、カス、カスガ。